しで消された時の大切な宝物、今度は僕の番さ、君の羽ばたかせる涙流しただけ強くなれる、夢描き走り続ける、ライブがもっともっと楽しくなって信じてます。ありがとうございます。
しよう。私はそういう猫みたいなかっこいい曲をずっと歌いたかったんですけど、どちらかというと毒針とかそういうね、なんかかっこいい系がそう歌いたかったからね。みんなも良かったでしょう、ウェットね。こういうね感じですね。そうなの、今日はちょっと声かすれててあれだったんですけど、また良くなったらかっこいい感じで歌うんで、また見に来てください。はい、ガーデニアもね、なんかピアちゃんの可愛い世界観が引き継がれていく感じで嬉しいので、みんなもいっぱい聴いてね。ありがとう。はい、ピアちゃんのね、あの思い出の曲、思い出じゃないな、ピアさんの曲ガーデニア、はい、この曲ね、めちゃ連想ができる振りとなってて、モチさんにとってはめちゃくちゃやりやすい曲です。めちゃくちゃ大好きなので、これからもいっぱい歌います。で、ウェットがこうかっこいい曲になってて、私も常に笑顔で歌っちゃうのでかっこよくできるようにこれからも頑張っていきます。これからも東京曲よろしくお願いします。はい、田中です。ウェットかっこよかったのでやめなきゃよかったかなってちょっと思いました。ちょっとだけガルニアは田中の曲だったんですけど、このままもう死んでいくのはとっても寂しかったので、このまま道玄坂に引き継ぎました。このまままたガーデニアも愛してくれると嬉しいです。そして最後に歌ったプロローグですね。プロローグについてはいちちゃんから話があるので、いちちゃんから聞いてください。衣装がかわいい、かわいい、じゃあ歌ってね。はい、終わり。はい、朝日奈です。新曲ありがとうございました。ねえ、ウェットね、歌割り欲しかったよね。欲しかった。はい、でのさておき、プロローグをあのタナピの2人で歌わせていただいたんですけれども、この曲、まあ、歌詞考えたいねってなって、2人でどうするってなった時に一つのテーマが浮かんだんですよ。 でもこれはあの結局まとめてくださったのはね、あの偉大なる P の P のね、そう、 K さんなんですけれども、あの、まあ、その送った時には K さん知らなくて、裏テーマがあるんですよ。 K さん知ってた？ K さん裏テーマがあるんだよ。でも曲になるとまた分かんないかもしれないけど、あのゲイさんへの感謝の気持ちを伝えたいなと思って、そう、こういうゲイさんの曲だったりするっていう、それをゲイさんが書いてたっていう、実は歌詞をよく説があるんですけど、ゲイさん的には道玄坂的アイドルのアンサーソングとして作った曲ということで、はい、いかがだったかな、ね、いっぱい、ね、これからも聴けるといいななんて思うんですけれどもね、はい、精一杯心を込めて歌わせていただきました。そして完成した衣装がこちらでございます。かわいい、かわいい、ね、ドタバタでね、リボンつけれないで出てきちゃったんですけど、はい、ぜひ撮ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ここからは知ってる道玄坂の曲をやっていこうと思うのですが、その前にみんなで声出ししていこうかなって思います。イエーイ、レビチー、レビチーだね。かましちゃって盛り上がっていけますか。イエーイ、2階席、レミさんやりたかったよね。盛り上がっていきますよ。